はい、これがオメガヴァンパイアの USB メモリーです。他人社の R オメガ、ロゴも入ってるね。ここをこう開けると、でん、 USB メモリー。ここを閉じると、どこから開けるんだろう、わかんないね。じゃあこれをパソコンに挿してみようか。ちなみに DVD 版と USB 版と両方発売される。で、 USB 版の使い方、これがわからない人のための講座になります。じゃあここにガンガンガンコ、そうすると画面に出ます。よいしょ。そしてランチャーを立ち上げる。で、このディスクから起動、ディスクから起動してみようか。よいしょ。問題なく起動してるね。うん、こんなに簡単にできちゃうと。じゃあ試しに、で、USB から直に起動できる。DVD 版も直に起動できる。で、これで直に起動すると、家族の PC でもバレずにこっそりプレイできるよ。じゃあ、終了しようか。タイトルに戻る。エグジット。終了しますか。はい。で、終わったら普通の USB メモリーと一緒にここから、で、以上が USB メモリー版のオメガヴァンパイアの使い方です。ありがとうございます。